さすが読めやね、さすがキャンプ用品がずらっと最近ロゴが目立たへんの流行ってんの皆さん大好きマウンテンライトジャケット持ってるね持ってるね持ってるね買い物俺ら仕入れって呼んでるからアルパインって何本やってもいいんだよねもう秋物だらけになってると思うはい本日はですねザ・ゲートの方で買い物動画撮っていきたいなと思いますこちらがですねなんと昨年できたばっかりで1年まだオープンして1年ぐらいの綺麗な建物なんですけど福井県の以前行った、ザ・ゲート本店というかあっちの方じゃなくてまた違うところにね店舗があって、大井とか高浜とかその辺りぐらいの、ところなんですけどね、いざ中入っていきたいなと思いますもうすぐここが海やから見えませんけどもね見えないけどね海なんですサップとかも置いてるらしいまだ見てないけどまずはね、キャンプ用品がずらっと並んでますねそして、我が家の持っている寝袋ですねあ、ちっちゃもともとこんなサイズだったんか違う違う、これはあのキッズ段の量あ、量量が少ないやつからちょっと大きなったり、うん、で、さらにもっと大なったらこんな多分、うちにあるのがこの大きさじゃろうかなこれじゃないかな、今もう袋入ってないもんね、うん、これ入れられへん、一回出したらまた教えてください、入れ方私一回入れたよでもそれに入れたらいいんじゃないあダウンジャケットを入れる用の収納袋コンプレッションバッグ M サイズ10リットルって書いてるわだからキャンプとか行く時にダウンジャケットかさばるから入れといてくださいみたいなこと言ってるのかなと思いますはい、まあ、キャンプぐらいしないからね S キャンパーだからあここアパレルですねこの辺ほんと広っ見たことあるわマウンテンハードウェアって見たことないうん初めてなんか新しいのこれうんなんか最近ロゴが目立たへんの流行ってんのよああいいねあと出ました皆さん大好きマウンテンライトジャケットこちらですいいねノースって感じこれ何色なんやろユーティリティブラウンやんユーティリティブラウンって前も出たことあったよねあったと思うこんな感じだね、うんうん、そしてこっちがニュートークですねこれ今回このバルトロも出るよこの色のあへえ去年なかった3年連続ぐらいあるだよねずっとあるよねまあそれぐらい人気ってことでこれいつも言わせていただいてますけどこれを、はいはい君の甥っ子にあげたよね、はい、これ前回のどっかのオシマズさんにも言われてた言ってたね甥っ子にあげたやつねそのために甥っ子喜ぶんじゃない俺のことなんてでその甥っ子の弟が出してくれって言ってんねんなそうそうそう2年生のそうねえねえ夢蔵ちゃん出して出してそしてコロンビアなんかも似たやつだねうんあーノースっぽいね、うん、色似てるねとてもどっちが良したかは知らんけどここはレディースかなここレディースやなあとキッズがこっちあ、モンベルもあるへえ。本当だねそっかセレクトショップで見るのってあんまなくないうん、わかんないあれサップですすごく大きいね夏場の日本海ってさ、波ないからすごっいい、ね、3メートルぐらい3メートルちょうど3メートル3メートル190センチすごくない私さすがやねさすがの嫁やねさすがほらやっぱモンベルとかねへえ、かわいいねモンベルやっぱり、うん、派手めな色があこれ持ってるやつやんあ見たことあるかもねレインダンサーじゃこれレインダンサー値段上がってるわへえ。1万6000円で買ってんけど、うん、もう今2万1000円あらま5000円ぐらいゴアテックスの中では最安値やとは思ううんうんでゴアのパンツとかもねこの北海道ツーリング行った時も来たんよ、うん、おおよかったゴアパンツうん弟に履かして、うんうん、これは全然ローハーマンとオールドウィンのやつやったからはいはいずぶ濡れよパンツまでダメだったんだまあ全然上がってんだか残念来て雨降られたらなこういうゴアテックスじゃないときついのようんでここが女性用ねかわいい色うんこれもレインダンサーの女性版ですねアイボリーっていうカラーまあ着る機会ないからいいあすごいドアップなっちゃったじゃあもう一回パタゴニア見ていくパタゴニアあった、うん、見よう見ようこの辺パタゴニアとかねうんうんこのタオルかわいいほんとだかわいい復刻版みたいなやつ今年となんかあったじゃんああちょっと違うだってサーフっぽいよ確かに海やもんなうんかわいいパタゴニアって山やうんあいいじゃんそれ欲しいねまあ我々もこれ見ていただいてる時にはワイハに行っておりますのではい忘れ物取りにそう、忘れ物何パラセーリングと、まあいろいろだねタンタラスあ、これさっきのやつ似てないさっきのはゴアテックスやねんけど、うん、これコットンやねんあ、この今年出たショーツのやつそうやと思ううんそれの、うん上着版みたいなじゃあさ、それとそれ着たらセットアップになるってことそうやねへえでもこういうののコットンって一本難しいのさ、うん、スモックっぽくなりやすいからね、うん
難しいって難しい。似合う人は似合う。俺来たら作業着みたいになっちゃうかな。ああ、あえて絵の具で汚したら。ああ、それはかっこいいかも。うん。ベンチュラジャケット。タランチュラジャケット。ベンチュラジャケット。あ、ベンチュラ。もう買ったかどうかわからんもんね。何買ったんか分からん。俺こっちの方が好きかな。あ、好きなのはね。それも自分のさ、今作ってるやつそっくりじゃん、色。バイク動画に映ってる、これ。これの前バイク動画、うん、ちょうど同じぐらいちゃう。なんか可愛い映えせんなちょっとこいつオレンジ着てるやん。ずっとオレンジ。そのうちオレンジマンって言われるよ。でもいい色、似合ってる似合ってる。あ、でも自分の得意な色なんだ。そうだね、私も得意だよ、それ。似合ってるよ。あの、あれみたい、陸上の日本代表のユニフォーム。ああ、お前ジャパンのやつみたいな、ね、うん、そうそう、ジャパンのやつ。世界陸上のユニフォームみたいな。そうそう、それそれ。こっちにもマウンテンライトあるよ。その色ないんじゃない。この色はないんやけど、これのクライムがあるの。ああ、クライム。じゃあいらんか。持ってるね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 。そう、芝漬けみたいなのないじゃん。芝漬けライトジャケット。うん、確かに縛らいは持ってないけども、うん、でもレビューしてさ、うん、見てくれへんやん、芝漬けか。しばつけは俺着いひんわって言ってくれたら、女子やったらな。まあ確かにいいけど、俺も紹介もしたことあるしね、色はあるけどね。ほんとだね。かもここは割り切って、うん、こういうの行ってみるか。まあいいんじゃない、コロンビア。うんうん、もう逆の発想で、うん、何を言うか分からんけどなんかさらっとしっとりとした感じだね。ちょっと山っぽいかな、うん、こっちの方がかっこいいよ。あ、これさ、オムニシールドって言ってさ、コロンビアが独自で開発した、おお、近い近い近い独自で開発した防水の生地なんよ。へえ。それは喋っといてもいいか。うん。ほら、コロンビアのあれちゃう、防水ジャケットちゃう。ほら、これだ、オムニテック。うん、買ったら。しかもちょうど L サイズなんですよ。わーい、買ってくださいってことじゃん。でもこれ俺似合わん以外な。似合わないけど動画的に。そう君も YouTuber になったねであとパーソナルの時にさ、君の匂いの色ばっかだとさ、診断できないじゃん。まあそれもそうやし、見てる人もな、うん、こまたグリーンと黄色とオレンジばっかりやんって、うん、でもブルーの中でもイエローよりやろ。あ、それはね、うん、いけるんちゃう。あ、似合ってないね、顔浮いてるね。コロンビア初やからいいんちゃう。うん、じゃあこれで。はい、もうプライベートで欲しいやつ買っちゃおうかな。うん、そういうのを見たいんじゃない。プライベートで欲しいやつ、うん、動画ばっかりじゃなくて、うん、まあ買い物俺ら仕入れって呼んでるからねおしゃれな色だね、落ち着いた。なんて言ったらいい、ブラウン、コヨーテブラウンみたいな。合う、色合ってる。買いなよ、またコロンビア今日フィーバーや。やめて、コロンビアに襲われてるな。これ買おうかな。これも完全にプライベート用みたいな、うんうん、じゃこれにしておきます、うん、欲しいやつはね、数字が伸びひんねんけどいいよねっていう。そうそうそう、俺実は、うん、プライベートではフードのやつあんま着たりしないよね、うん、あー、着な、見ないね、あんまりね。たまに着るけど、うん、フードなしの方が多かったりするから、こういうマウンテンパーカーっていうかソフトシェルなんかはあんま着いんよな。スウェットも、うん、まあ、パーカーは着るけど、こういう丸首のスウェットとかも着いひん。似合わないよね。一時着てる時もあってんけど、あんま似合わんかったから、うん、ニットは着るけどな、うんうんうん、だからパンツもいいよね。アルパインライトパンツかな、これ。結局アルパインって何本あってもいいんだよね学校の先生がこれ履いてたね、ネイビー。あ、懐かしい。もう捨てちゃったけど。あ、捨てちゃったんだ、ね、すぐ捨てるから俺。思い出もね。俺思い出とかあんま気にせんへんからね。冷たい人、ほんと冷酷人間。パタゴニアでも見る、そしたら。え、さっき見てたことない。いや、それは動画用として見ててん、うん、あ、プライベート。そう、これから皆さん今見ていただいた頃にはもう秋物だらけになってると思うんです、うんうんうん、じゃあその時に行けちゃう。そうだよ、その時僕ハワイ行ってるから行けないからねちょっと前倒してきた、早すぎた。どう、いいのありそう。T シャツ出てんねよ。あ、なんかかっこ、たっかそれ今ガタいいからかっこよく着れるんじゃない。よく見かけたんです。え、そう、ガタいがいいんです僕、うん、しかもこれさ、あのワイキキビーチの前走る時にこれ。ああ、君時差ボケ絶対寝てるよ。うん、走らないそんなしんどいことですね。あ、これ懐かしいな、 MXP 匂いのやつ。ゴールド、ノースウェイスの親会社っていうか、ノースウェイスの会社がやってるオリジナルの匂いがつかないよっていう。 MXP の半袖欲しいよ。半袖じゃないんかな、もう。上の箱はこれパンツ。パンツか、パンツでいいじゃん。もう確かにパンツもいるな。この間の北海道旅行で捨てすぎて、もう今下着3枚しかないでも意外とさ、あれがいいんでしょ、ファイマのパンツが意外といいんでしょ。そう、
何そのシンプルな模様。ピークスノーだ。ちょっと目は引くよね。うん。で防水やわこれは。うん、防水っぽい生地。ちょっとピークスノーもやったことないっていうところで面白みはあるかもしれない。待って待って、後ろ見て。スノーピークのスタッフみたいな。あ、もうスタッフだわこれは。配色でもあんま見ない感じで可愛いけどね。ちっちゃいかな。サイズ。ちっちゃいね。ちっちゃい。ちっちゃい。でもこれいいよ。うん、可愛い。もう多分なくなってんやろな。ああ。結構細かいところまでしっかり作られてんのよ。本当だね。うん。ただ一枚こうやって被せるだけじゃなくて、うん、なんか通してとかさ。うんうん、で首のとこもちゃんとふわふわしてね。可愛いね。うん、色もね、そのグレーの何とも言えないグレー。そう、薄グレーっていうか。最後にさ、店員さんにさ、うん、昼ご飯聞かせてもらうんで、うん、娘の、食べてくださいねって言ってくれた、うんはい、大丈夫、定休日とか可能性あるからね、タックの場合。確かに、よくある。君が行くと北海道でもあった。あ、そう、定休日目の前まで追加してもらった100キロ走って調べてから行きなよ。 MXP のパンツ買う。なんだっけそれ。あー、消臭のもう S しかないよ、うん、俺 S 入んのかな。入らん。あー、 M かもな。うん、いくら痩せたとはいえ、うん、無理よ、お尻のサイズまで変わんないよ。あ、フレントシェル 3L ジャケットのこの色、新色かな。日本語喋ってた今、初めて聞く用語すぎても何言ってるか知ってますよね、だからね。なんかやっぱ新鮮やからかな、コロンビア。うんうんうん、そうだね、だってもういつもノースとパタゴニアともう全部見切ってるもんね。もう、そう、逆にもう見切っちゃって、うん、しちゃったから。モンベルは珍しいよ、あんの。そんなの意識して見てないから分かんない。私さ、これ欲しいんだって。これだい。これが欲しい、この帽子のだい。うん、形の、分かる？とかマネキンね、これの。そう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 、マネキンちょっと怖いから、あの空気のやつ、その空気のやつめっちゃ欲しい。どこに売ってるんかな。そんなもんかな、俺。そんなもん。うん、なんかいる。そうだね、ちょっと交代するか。うん、あ、疲れた。あ、疲れたね。そのさ、ノースのさ、ドームシャツの後ろの後ろの黒白の怖いな。ウーマンだもん。うん、残念。チャムスだ。チャムスね。すごい、いろんなブランドあるな。ね、これ肩掛けじゃないか。ハワイ用のやつ。うん、ちょっと短いか。ね、ここ短い、こんなんできない。我ら浮かれております。ハワイの色しか考えておりません。さっきさ、パタゴニアのさ、ショーツがあったんだって。あの、タークンと同じショーツって何。あ、ここだ、ここだ、これだ、ほら。ちょっとでかいね。それもともとでかいね、ちょっと。あ、ほんと、うん、じゃあいける。まあ、そのきなりも似合う色やしね。あ、ちょっと待ってくださいよ、そのロンティってこの間ロフトマンはしごを3件した時、4件した時の、はい、あれじゃないですか。そうです、初おろしですね。はい、これもかわいい。これで今年のやつでしょ。あ、そうだそうだそうだ。え、気づいてなかったの。気づいてなかった。すごいね、それもそれで。ここのやつね、50周年の。かわいい、かわいい。これにも合うよ。ちょっとカジュアルする。うん、かわいい。でバケットハット被って、ね、かわいい。ごサイズなんですかね。そういう覗き方すんね。いや、首伸びちゃうかなと思って。あ、 S こっちだ。 S が私を呼んでいる。まあ、S ぐらいやろね、サイズ的には。うん。あ、サングラス。うん、メガネかけてみたら全部モザイクやけど。何これ、変わってる。これもうオールカットかもしれんけど、ここなんかおばさんみたい。目寄ってないよ。もうちっちゃいないの。ないよ。あ、ダメだ、もうキッズ用買うしかない。で、キッズ用だったら次ここがはま痛いよ。福井県やからこういうメガネとかもあんねんな。うん、もういい、他も何もなしでいい。うん、タオルかな、やっぱあの、あ、かわいい。こういうのいいよね、ワッフル。うん、よし、あとタオルだけどうするかな、もう。それかわいい。ちょっと大きいんだよね。あ、ほんまやな。これジムのバッグに入れるにはちょっとでかい。ちょっとでかいな。ちょっと広げてみてよ。お昼寝用で。お昼寝ばっかりやん。なんかのシュラフも。シュラフとして使うんじゃなくて枕として使ってるしやな。そんな感じで置かれた。かわいい。マジでお昼寝用じゃん。それソファーに置くやつやん。うちのソファーさ、君笑ってるけどさ、君が寝すぎてさ、すごいもう私の形になってるね。そう、もうへこんであるやん、真ん中とか綺麗にこう寝転んでるから、この腰のところが。俺座ろうと思ってもなんか座りづらいのよ。しゃあないやん。可愛いけど、まあ我慢するわ。ハワイでなんか買うかもしれないし。そうか、うん、可愛いよね、確かに。うん、可愛い。もういいかな、今日私収穫。あ、だからあのパタゴニアのあれをどうしようかな。着てみたら、だってどうせサイズ合わへんかったら意味ないし。私持ってるのさ、ダウンノースじゃん。で、これ着ちゃったらちょっとさ、ブランド違いじゃん。私気にする。私ちょっと気になっちゃうからさ、
長いこれみんなどうなんだろうね、気にするとやっぱ気にするのかな。言ってた前誰かコーディネートの時、本当そういう人もやっぱいてるなと思って。俺はほんまマジで気になるのだってさ、ナイキの靴下にさアディダスの靴みたいな感じでしょ。あ、そう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 、俺は全然気になる。ナイキの靴下にこのバンズとかの全然気にならないんだけど、それはなんでどういう方式かわからんよ。何の話ここでちょっとこれどうしよう、めちゃ迷うな。着てみたら、それ着てみてフィットしたらもう買いやろ。もういい、やめとく。じゃあいいねんな。もういい、すいません。でもコートあれですね、置いてるバンドちゃいますね。あ、じゃあ、ね、ロビアとかブンベルとかも作る。うんうんうん、向こうの手ではないですよね。この辺でおすすめのご飯屋さんとかありますか。コンキラうどん、うどん屋さんが、うーん、ありがとうございます。はい、じゃあ、ありがとうございました。はい、はい、ということで、買い物行かせていただきました。ありがとうございました。いろいろ買わせていただいて、今多分見ていただいてる頃にはパーカーとか、あとフリースとか、なんかいろいろ入荷されてるみたいですし、10月の下旬ぐらいからアウターとかも入ってくるって言ってて、そのダウンとかそういったアウター系もね、入ってくるみたいなんで、ちょっとまだ時期は確定ではないらしいんですけども、気になる方はぜひぜひ寄ってみてください。近くのご飯屋さんもコンピラうどんっていうところも美味しいって聞いたし、うん、でフィッシャーなんとかっていうところも聞いた、まあ、どっちかに今から行きたいなと思いますので、レッツゴー。はい、はい、タンクトップになっちゃってうどん食べます。エビ天ざるうどんとエビフライ定食でうどんついてきて、なんとこれで1000円です。君はこれで880円。もう似やす実食。エビフライからかーい、うどんからでしょ。エビの香りが、うん、すごい鼻感じでサクサク、うどんが食べる、うん、冷たいおうどんね、うん、弾力すごくない、